おはようございます。おはようございます。石黒フィッシングアドバイザーの加藤です。今日はリオ萩原さん、ライブジャパンの上田さん、淵上さんをお招きして、御前崎港90さんで平場と SLJ の社員講習会を開催したいと思います。この様子を皆さんにお伝えして、その楽しさを伝えていきたいと思います。いい魚を取ります。切ります。頑張ります。切れていくぞ。今日頑張ります。それでは皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。今日は釣るぞ。お願いします。石黒まあ、御前崎でこうね、こう魚種がねすごい豊富なので、ターゲット別に狙っていくことが結構多いですね。最初着底後こう優しい2分の1とかで、ちょっとゆっくりめで根魚が追わせて食わせやすいような優しめのアクション、それからロングジャークからのロングホールとかで、底物はだいたい5メーターぐらい、そこから、まあ、狙ってあげるような感じ、はい、方がおすすめです。でその上タイがいます、例えばあとカンパチがいます、青物がいますっていう時はもうワンピッチに変えてあげたりとか、もうタイだったらちょっと早めの小刻みの動きにストップを入れてあげてっていう感じで、ターゲットに合わせた狙い方、あとは自分がどうしても釣りたい魚よりのアクションに変えてあげるのがおすすめ。ほら来た、ほら抜けた。そうだからね、こうやって今そこゆったりこうやってると、やっぱ底物系の当たりがあるわけですよ。でその上こうやって早く上げてあげて、これでカンパチ食ったらいいですけどね、今ね。いいけど、そうやってちょっと根魚の上には違う魚がいるぞっていうのを思いながら狙い分けてあげるのが一番いいです。構えの角度は下からこう水平方向ぐらいにこう打ち上げる。そうですね、まあ特に今回使ってるこのビガーという竿、フルソリッドのロットなんで、まあ、カーボンのロットと比べるとティップがすごく水の中にこう水面に近くなるような感じなんですよね。水面に近づけるティップ、竿先を水面に近づけるように動かしてあげた方がいいです。でその上の方が、あと合わせ、ここで当たったなって時の合わせも、ここまで上まで一ローク大きく、この分より深く早く針が口の中にかかりやすい。なのでちょっと下げ気味の方がフルソリッドのロットを使う時はいいです。とりあえず最初根魚狙いますね、手堅く根魚。そしたらボトム10やりますか、10か5。今のショーだと細かいピッチの方がいい、2分ハーフピッチぐらいでもうホワンホワンってこうちょっとだけ飛ばしてる方が食いやすいかもしれないですね。あ、来ました。来た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 。見事見事見事。頑張れ。それはナイスティーじゃないですか。やばいっすよ。やばいやばい。それをやばい、叩いてる叩いてる。ね、これはナイスティーじゃないですか。あ、いい叩きしますね。おお、ナイスティー。ナイスティー。おいや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 。おめでとうございます。ナイスティー。いや、やりましたね。これナイスティーですよ。いや、ナイスティーですね。朝から。ありがとうございます。神玉トレーナー。あら、やっぱこれのおかげか。俺つけてないからかな。いや、でも朝から調子いいですよ、今日は。ナイスですね。いいですな。結構今 SLJ をタグして125g、 ビガーの601の L。 はい、タゴさんでした。ライズジグのタングステン 125g です。そう、コツ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 言いますか。よし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 。ドラッグメタルフォースのセミロングこういったグロー、はい、で僕の方はドラッグメタルフォースです ね、 ね、それのピンクヘッドグロー、フルグロー、ちょっとローライトで海暗いんでアピール系にして、そしたら一発です。いい感じですね。
コツコツ刻んできましょうね、コツコツね。ね、拾っていきます。はい、はい。いや、楽しい。ナイス、しっかりしちゃってますね、しっかり。ナイス、しっかり。100メートルコースです。ナイス、しっかり。しっかりナイス。井村キャプテン、はい、最近どうですか、お前崎調子。そうですね、まあ水温上がってきて潮自体はあの流れてるんですけど、まあちょっと今日は風と潮が違って難しいけど、まあ水温も上がってきてだいぶ良くなってくるんじゃないかと。ただ乗り込みはちょっともう終わりかな。その代わりこう浅場の SLJ とか始まったり予測増えますもんね。そうですね、これからね。今からそう浅場がどんどん面白くなってきて、魚の引きもあの結構ダイレクトで面白いし、いい時期になるかなとは思うっすけどね。じゃあ今後もいろいろお前崎やっぱり楽しめるんですね。ですね、まだまだ今から、はい、女子も増えるんで、ということで皆さんぜひお前崎遊びに来てください。ほんといろんな魚釣れるんで。ね、上がってくるまで何が来るか分かんないっていうのがこのお前崎のいいところ。浅瀬のモンスターをぜひぜひやっつけに。はい。何回もやられちゃうんだけど。あいつは今年こそ取りたい。後ろ。難しい選択肢。何が何ですか。来ましたね。来ました。もういいんじゃない。ねえねえ。ボール中。はい。ワクワクすんね。でも引かんくなったもんね。はい。何やろ。あれまた吸い出した。タイじゃん、タイタイ。ナイスナイスティーナイスティーおナイスティーおナイスティーナイスティーこの塩は貴重っすよ。この塩出たら貴重っすよ、今の。始まったジグはジグはドラッグメタルのセミロング150g。 ポール中にバイトがあって合わせたら上がりました。やりました。おー、ナイス。ありがとうございます。あやめちゃん、あやめちゃんでしたね。あ、250ですね。ナミタル250です。着底すぐでしたね。よかったです。いやー、これナイスティーですよ。ナイス。じゃあ皆さん、ファイトのコツを教えますよ。竿の曲がりを一定にするんですね。こうポンピングはしてもいいんです。だからこう戻すときに巻かないとダメ。わかる？戻すときに一生懸命巻いて竿の角度を変えないね。こうするとバレにくくなりますから、まあ、とか言って僕バラシの帝王ですけどね。ナイスティー見えますよ。これナイスティーじゃないか。よっしゃよっしゃ、ナイスティーだ。イエーイ、ナイスティー、自らナイスティー。やりましたね。これ見たかったんだよね。お前崎さんのナイスティーでございます。僕あの昨日坊主だったんでね、今日は配信の陣でね臨みましたからね。もう今日坊主だったら二度と呼ばれないだろうと思ってたんですが、今日何とか釣れましたんで、ぜひまた、はい、あのご用命いただければね、嬉しいなと思います。ナイスティー、ね、限り 200g、 これボトムスパイダーというワームがねちょんがきされてますね。この下唇のいいとこ、このフッキング最高ですね。これ見てください、この下唇のこの柔らかいとこ、ここをね貫通してる、もうこれが一番いいんですね。ちっちゃい針がこれが一番いいんです、ね、はい、やりました。お、来たー、来た。ナイスティーか。ティーだと思います。ナイスティー。いや、泳いでる。泳いでる。さまでした。でっか。でっか。でっか。思った。1キロなんかユニコイトーね。さあ次はタイを狙ってきますので、次こそは行きます。今回ですね、メインに使わせていただいてます波玉について教えていただきたいと思うんですけども、はい、はい、こういったね形状的にまあ波玉型っていうことで、あの
ティアドロップ型で波玉っていう名前にさせてもらってるんだけれども、形状的にほぼフラット面がない流線形に近い形な、イコール引き抵抗がすごく軽いで、だから早い、落ちるのが早いで、まっすぐ泳ぐっていうものを目指して作ったんだけど、まあすごく落ちるのが早いってことは着底も分かりやすいし、まあ、特にこういったお前だけ特にね、沖の方行った深いディープエリアをやるとかっていう時には非常に向いたヘッド形状になってるのかなというふうに思います。で、このユニットの方もですね、2つ大きな違いがあって、1つ目はこのラバー、一般的なタイラルに比べてすごく太い、泳ぐ時は普通に細くなるんだけれども、例えば着底した瞬間の広がりとか途中の速度変化による広がりっていうので、それがまあバイトチャンスというか、あの魚をねこう食い気にさせる要素になります。で、もう1つがこの針ですね、直列の2本針といって1本の糸に2つの針をつけてるっていう形ですね。こういう形、常に1本の視点でファイトができるので、まあ、非常にね安定したファイトがしやすいので、こういったねディープエリアで大物を狙う海域では非常におすすめの商品となっておりますと。で、これがね今年もうこの海のために作ったときも過言ではないですよ。タングステンタギリというね、タギリですか、タギリですよ、はい、この海で釣りするやつらタギってんだろ、間違いないですね、だろ、俺たちタギリてんだよっていうやつらにね向けた商品ですよ。これが鉛の 250g です。これがタングステンの 250g、これだけ大きさの差があるんです。これだけ違えば本当にフォールスピードに差が出てくるのと、着底の感度が上がる、あと潮の影響を受けやすいんでまっすぐ落ちるっていうのがあるので、まあ本当釣り人にとってのメリットっていうのはものすごく大きくなると思います。まあ特にこの 300g とか使っていただければ、今まで難航不落だったね海域も快適に勝負ができるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひぜひ使ってみていただければ、ね、楽しみですね。でですよ、ちょっとこの間インスタで拝見したんですけど、はい、たぎってましたね。ついにですね、何センチだったんですか、このタイは。このタイは96センチありました。96、はい、試写購入したら100じゃん。そうです、あと4センチ。やばいね。どんな感じだった、かけた時。かけた時はですね、一気にガツンという。うわー、やばい。それ俺ね、ドンジって言ってるの。ドンジ、いきなりドンジって言ったらドラグ出るやつ。それドンジだったの。そう、ドンジだったんですよ。やばいなー、うっそー。すぐですね、こう大物が、あー、だよね、引きがすごい強かったので、もうこれは70とかではなくて90センチにしてるんじゃないかと思って確信した。確信して慎重にこうやりとりして、いいなー。やっぱ上がってきたら念願の緊張って相場だったんで、もうちょっと言葉を失いましたね。うん、素敵だね。ありがとうございます。本当おめでとうございます。本当に自信を持ってて、もう誇りにできると思いますのでね、羨ましい限りです。夢の100センチ目指して。俺はまず90でいいかな。本当おめでとうございます。ありがとうございます。よし、やりました、やりました。そこボトムだったから中層じゃなかった、うん、お、あ、やめちゃうじゃん。はい、やりました、やりました。おお、負け負け、ゴリ負け、ゴリ負け、ちょうどいいんじゃないか、いいんちゃうか、いいんじゃ、目に入られる前に負け、入られるで、どうしてきた、ふわってきて、めっちゃ水魚ですね、これ赤いっすね、しっかりしっかりできたね。 ありがとうございます。ナイスやったー、しっかり。ジグはこれは新しいやつですね、ライズジグの何？フラット。え？フラット。フラット。ライズジグフラット。シルバーです。おら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 。着丼？着丼。お。またドラッグメタルフォース。ヘビロングです。これ155g。 おいいんじゃない、良さそう。
やばい。ダブルヒットでーす。ソフトはリガーのスピードとベイトの方でも釣りました。ただ今ポイカーブローが当たってます。石川、はい、では萩原さんにリリングについてお伺いします。はい、これいろいろ種類があって、うん、初めての方どうやって選んだらいいか教えてください。そうですよね、はい、でまずはね、鉛のねタイプ、まあこれドラッグメタルフォース、割とこう小粒で、まあ青物が来てもいいし、根魚をやってもいいし、あとはまあマダイとかイサキとかそういうのが狙えるんで、まず縄張りのドラッグメタルフォースからまずは使ってもらえるといいですね、はい、で青物が多い時期、そういう時はちょっとこういう細いイワシっぽいような細いような、ね、セミロングタイプのものを使ってもらうといいです。で夏場すごく浅いところやること多いお前崎で、結構ベイトサイズが小さくなっちゃうんですよね。なのでそういう時はタングステン素材、ね、ちっちゃいシルエットのものを、それを選んでもらって使い分けてもらえると一番いいかなと思います。セミロングタイプはこれから発売になるんですよね。そうなんです。今年のね、だいたいね5月から6月ぐらいには伊勢田さんの方に店頭に並びますのでね、はい、ぜひお買い求めください。お願いします。ジグいろんなカラーあるので、最初ね迷われる方結構多いと思うんですけど、大体ね3色ぐらいを買ってもらえるといいですね。まずはねこうシルバー系、ジグの見た目が結構こうギラギラしてるシルバー、それを選んでもらっていいです。でその次シルバーときたらやっぱりねゴールド、シルバーよりはちょっと鈍い光り方ですけど、シルエットがねその分ねはっきり出たりする、なのでゴールド系を選ぶ。で最後にこうね、これコイカグローっていうカラーなんですけど、点々入ってますね柄が、ここがね全部グローになってるんですよ。夜光で暗くなると光る、雲がかかったりとか潮が濁ってたりすると結構水の中が真っ暗で暗いので、そういう時はねこういうねグローを持ってた方が魚へのアピールが大きくなるので、これを持っていけばとりあえずもう釣り場でね迷うことなく釣りができますね。はい、今日ね使用するフックはね、こちらドラッグメタルのねアシストックの早掛けっていうモデルになってるんですけど、こちらすごい細軸のストレートポイントで、なおかつねここ書いてあるんですけどフッ素コートがかかってて、もうかなりキンキンで刺さり抜群な針なんですね。でもう魚かかった場合は必ずペンチで外すようにしてください、ね、せっかく楽しいね釣り場に来ててこう手に、ね、フックが刺さっちゃってその後釣りができない、そういうことになっちゃうとちょっとつまんなくなっちゃう、必ずプライでね外すようにしてくださいね。やばい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 、あやばい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 、200g、 200g どの辺で食いますか。今はね、着底して巻き始めてすぐですね、うん、ナイス、おーナイス、やりましたね、ナイスがでかい、60アップですね。今どのタイミングで食ったんですか。今は落として、まあ、ちょうどポイントがね変わったばっかりだったんで、誰よりも早く落とせるようになりました。なるほどなるほどなるほど、巻き始めですぐ、いやこれはナイスティーですね、ありがとうございます。いやほんとさ、関東からこんなに近くてさ、こんな夢があるフィールドすごいよね。でかいストライク、なんだろう、重量感だけはある、ほうぼうだ、こりゃ引くわ。こりゃ引くわ、ここどてっぱらほうぼう、こりゃ生命感ないわけですよ。なんだよ、期待してたのに、ドテッパラフッキングでした。お探ししました。起きたナイス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 、なんか起きそうじゃない、いい感じいい感じ、なになに、ちょっとうわ、サメだ、やばやばやば
ば。折れないね。折れないもんだね。もうトラックス当たってますもんね。え？うん。そう、限界突破してるけど折れない。大丈夫大丈夫。全然大丈夫だよ。鍵ちっちゃい、でかい、でかいギア持ってくる？危ない。あーいや、いやいや、グッドライト、グッドライト、素晴らしい、素晴らしい、カチカチ、グッファイ、グッファイ、いやいや、グッファイトだよ。ナイス、ありがとうございました。すいません、取れなくて。竿はめちゃくちゃ曲がって全然折れる気配なしなんで、自信を持ってお願いします。リオさんのリガーウェイトモデル、それにセミロングの155合わせて、これが今日は一番当たりが多かったです。皆さんも使ってみてください。やばくない？え、やばくない？え、叩いてない？叩いてない？叩いてない？お、叩いてる？叩いてる？お、カイワリだ。おお、美味しいやつ、美味しいやつ、ナイスナイス。ナイスカイワリ。あれ、これあったかい塩入ってきてんじゃない？はい、カイワリが釣れました。ジグはドラッグメタルのこれ TG かな。120g です。ロングフォールでガツン。重みはあるよ、重みはちゃんと。なんだろうな、ほら、タイっぽくない？カンパチかもしれん、本当に。これだから釣りはやめらんないよ、本当に。くる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 、あ、カンパじゃない？よし、チビカンパチ。ナイスナイスナイス。はい、ジグの方はね、ドラッグメタルフォースのね、UV のグリーンゴールド、これの 150g です。ほら、フロントとリアは早掛けフック、これを使ってます、ね、タックルはもうほんとマダイ狙いでやったんで、一番柔らかいね、 UL600 の UL ウルトラライドクロス。でもね、このサイズは引きを楽しみながらね、釣りができます。いや、楽しかった。はい、港に到着しました。朝出て6時間ぐらいですかね、ずっとやってきて、ちょっと疲れてるところだと思うんですけど、ちょっと歩いてましたからね、今日はね。はい、ただ目いっぱい楽しめたと思うんですけど、ペラさんどうでした今日は。そうですね、ちょっとね、ジギングチーム的に言うと、はい、細かいものをたくさん拾っていったような感じでね、ちょっとジグにはちょっと辛い潮だったかなっていうのがありますけど、はい、まあそれでもお前だけらしくいろんな魚種は拾えたので、はい、まあ楽しかったかなと思います。そうですね、途中ね、はい、ナイスなサメも、あ、サメ、ね、釣って、あれはビッグファイトだったね。すごいビッグファイトだった。見えた見えた、いっぱい見えた見えた。でビッグファイトだった。ナイスビッグファイト、はい、楽しい釣りができたと思います。ありがとうございました。先生今日はどうでした？いや、そうですね、まあ、私お前崎結構好きというか、なかなか出れないので、はい、まあ、回数はそんな多くないんですけど、やっぱ来るたんびにね、本当に、まあ、今日タイ自体は全部で4枚かな、3枚かな、釣れたんですけど、タイラバっていう名前だけで全然タイラバじゃないじゃんっていう、うん、もういろんな魚が釣れる、はい、カサゴだったりハタだったりね、本当にだからすごい海だなっていうの毎回思うので、本当にすごい今回も楽しませてもらえて嬉しかったです。ありがとうございます。どうですか、初めての前崎。あ、大海原ですね。本当に海の色の青さも、ね、そうだね、すごかったし、うん、で、まあ、タイもいいサイズが上がってましたし、いい経験になりました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、店長今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと朝から少し波があったりして、そうですね、やっぱちょっと風と潮の向きがやって、はい、ちょっと難しいかなと思ったんですけど、まあまあみんなさすがの釣果でした。今日これぐらいの波だとまだ全然余裕で出てって、いや、まあまあこれぐらいならこの時期のお前崎ならまあ普通かなと思うんですけどね、はい、まあ、やっぱちょっとこう
潮と風反対の分うねりが出ちゃったかなっていう、はい、それでちょっと余計ジグのチューブは難しくなったかなとは思うんですけど。なるほど、はい。まあ、このあと6月7月に向けてこのお前だけ沖っていうのはどのような状況に変わっていくか。まあ、あとキンスとちょっと沖のエリアが、広がって、まあ、大物とあとはまあ SLJ ですね、はい、このちょっと後ろ終わって水深浅いとこにカイなどあとカンパって岬とかその辺はジギングなんかで狙える面白いシーズンになると思います。いや楽しみですね。楽しみすぎます、はい。またぜひみんなで行きたいです、ね、はい、行きたいです。実は夏のお前崎の釣り方があるってね。そうですね、また行きたいですね。ぜひぜひ。わかりました、はい。それではですね、デュオライズジャパン商品ですね、お前崎平場 SLJ は石黒にお任せください。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。店長ありがとうございました。ありがとうございました。